こんにちは。13時51分の FX の追加相場解説になります。ダブルトップから下の方に向かうっていうことも申し上げたんですけども、その見通しは終わりました。こちらがですね、一つのきっかけになるところなんですけども、まず一つ言いたいのは、これ、ヒゲが出ていて、上ヒゲで、上ヒゲと下ヒゲも出てるんですけどもね、上ヒゲがまあ目立つ形で下の方に落ちてますよね。で、ここ一つの力点として、ここを超えましたんで、ね、二つ目の力点ここですよ。で、ダブルトップかなと思ったんですけども、ここから下がるわけではなくてね、ここから下がるわけではなくて、ダブルトップを否定して、ここを、N 字を書いて上がっていったんですよね。このゾーンを。この力点上がったってことは、これからもトレンドに沿ってですね、右肩上がりに進むというふうに考えて間違いないと思います。このアリゲーターライン、3本の移動平均線も開いてますから、緩やかに上昇するんじゃないですかね。緩やかに上昇って言ったらどっかのね、政府のなんか見通しになりますけども、経済見通しになりますけども、日本経済は緩やかに回復必要にありませんからね。急激に下降してますんで、とっても危ないです。で、日経平均株価が上がったように見えるのも、ETF の強引な買い付けによって実体経済とは全く関係ないところで上がったわけなんですけども、でもやっぱり、ね、実体経済が株価に与える反映ってのは大きいですよ。結局は値下がりして終わりですから、このまま1万2、3000円とかね、もしかしたら1万円終わってね、7000とか8000とかいくんじゃないかなっていうふうに日経平均の方は考えますけども、FX ってのは別に値下がりしても稼ぐことはできますし、基本的に日経平均が下がると、基本的にですよ、このドル円のチャートっていうのは上の方に上がっていくんですよね。その特徴があるのと、あとは、ドルが買われて、円が売られるっていう動きも注意しなければなりませんけども、それとは別にですね、やっぱ私たちはテクニカルなんで、この今までのチャートの図を見て、これからどういう動きをするかってことを、これを忠実にやっていきたいと思います。下手にですね、ファンダメンタルとか、他の、この何、チャート図以外の情報に頼ると、もうね、やっぱりもっともっと分からなくなる、ドツボにはまるんですよ。だから私たちは粛々とですね、何が起きてようと、円高だろうが、円安だろうが、もうに何日銀の発表があろうがどうしようかね、とりあえずですよ、初歩の段階ではこのテクニカルだけで勝てるようになっていきましょう。その上でボーナスなんですよ。その上でボーナス、日銀の短観発表があったりとかね、経済指標があったりとかね、あれはボーナスなんですよ。だからあれを先に行くんじゃなくて、まずはテクニカルをマスターしていきましょう。で、今日はですね、ダブルトップが崩れる瞬間を朝と今13時50分の解説で皆さんにお届けしました。それではまたお会いしましょう。